い俺本当ももクロから学んだこといっぱいありますもんねえ何ありますかそんなのいや単純にやっぱさ現場でさももクロが皆さんメンバー全員が仲がいいっていうのが現場をどれだけ明るくするかっていうめちゃめちゃ学ばせていただいてますね本当ですか俺多分ももクロと知り合ってからちょっと変わったと思う確かに飯塚さんは変わったのよ途中からそうなんだ